足が止まりました。皆様こんにちは。ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。ウクライナ軍のピンポイント爆撃でロシア軍の狼狽ぶりが極限に。ロシア軍の降下地目標100カ所以上破壊される。とてもいい感じですね。ロシア軍がやばい状態に追い込まれています。ウクライナ軍が高機動ロケット砲システム、ハイマースを実戦投入してから1ヶ月以上が経ちました。この間、ウクライナ軍はハイマースを含めた欧米から供与された火砲でロシア軍の降下地目標を100カ所以上破壊することに成功しています。降下地目標については後ほどご説明いたしますが、わずか1ヶ月程度で100カ所なので、単純計算すると1日3カ所以上はロシア軍の重要施設を破壊したことになりますよね。このウクライナ軍の猛攻により、さすがのロシア軍も様々な面で限界を迎えようとしています。こちらでは、ウクライナ軍が破壊したロシア軍の降下地目標、また苦境に立たされるロシア軍の現状についてお伝えしていければと思います。まずは、あまり聞き慣れない降下地目標というワードですが、これは端的に言うと、この目標一つで多方面に影響が及ぶような設備や兵器のことを指す言葉です。具体例を挙げると、上級司令部や物資集積所、レーダー設備、対空ミサイル陣地、長距離砲陣地などが挙げられます。そして、この降下地目標の破壊こそが、ロシア軍の持つ性質から導き出される最大の弱点となるのです。例えば、陸軍編成上の1単位である師団や旅団級の上級司令部を破壊すれば、その司令部の指揮下にある数千人から数万人の部隊を一時的に行動不能にすることが可能です。特に旧ソ連の流れを組むロシア軍の場合、欧米の軍隊以上に上位下達が徹底されており、上級司令部の破壊による影響はより顕著に現れます。これは社会主義国家特有の軍隊にありがちなスタイルから来るものであり、経験の乏しい徴集兵や下級将校に対して、権力者側の人間である上級将校が無理やり力により、服従させることで組織を維持運営するという手法を採用しているからです。要は、末端の部隊には、戦場でどのように行動するのか判断する権限が与えられておらず、すべての行動を上級司令部や上位者が判断するということです。この方法のメリットは、訓練不足の人間を多く兵士に仕立て上げて、前線に投入することができること。そして、中央政府や上級司令部の意向を現場に徹底させることが比較的容易になることでしょうか。ただ、デメリットとしては、指揮をする人間が失われれば、末端部隊は機能不全になりますし、兵士たちの士気も一気に下がります。まあ、怖い上司がいなくなれば、兵士たちは無理やり戦わされることもありませんので、そうなることは当然ですよね。そして、これは冷戦時代に旧ソ連率いるワルシャワ条約機構軍と対峙していた NATO の基本戦略でもありました。冷戦期の NATO とワルシャワ条約機構軍の戦力比は圧倒的にワルシャワ条約機構軍の方が高かったのですが、その戦力比の差をひっくり返すために、NATO はこの圧倒的な戦力差をいかに覆せるのかを念頭に置いて効率的な方法を研究していました。そして研究過程で明らかになったのは、ワルシャワ条約機構軍の徹底した上位下達の指揮命令系統の存在で、
それが弱点と捉えた NATO は、この指揮中枢さえ破壊すれば、ワルシャワ条約機構軍は機能不全になり、烏合の衆と化すと考えたのです。次に NATO は敵の指揮中枢を発見して撃破することに注力し、その結果、現在の高度な偵察網の構築と高い情報収集能力、そして精密誘導兵器によるピンポイント攻撃能力の獲得に至りました。ここまでですでにお察しかもしれませんが、現在のウクライナ軍が行っているロシア軍への攻撃は、完全に NATO が長年研究してきた対ソ連戦術を元にしているものなのです。ここから見ても、ウクライナ軍のバックにいる NATO の全面協力がとても功を奏していることが伺えます。またもう一つ、ウクライナ軍が行って大きな効果を上げているのが、ロシア軍の後方に位置する物資集積所の破壊です。ここでロシア軍の基本戦術を簡単にご説明していきますが、ロシア軍が敵を攻撃する場合、まずは圧倒的な物量に物を言わせた砲火力により制圧射撃を行い、敵部隊を弱体化させます。そしてその後、戦車を中心とした機甲戦力を戦場に突入させることで弱体化した敵を粉砕するのです。そのため、この戦術を実現するには非常に多くの武器と弾薬が必要になり、ロシア軍の後方にはその戦術を支えるためにとても多くの物資を集積させる必要があります。そこでウクライナ軍はロシア軍が後方地域に設置した物資集積所を欧米から供与された榴弾砲やハイマースで多数破壊しているというわけです。これにより、ロシア軍ご自慢の圧倒的な物量による攻撃を維持できなくさせ、ロシア側の攻撃手段を奪おうとしています。さらにそれと並行して、ロシア軍のレーダー施設や対空ミサイル陣地の破壊にも成功しており、これらの防空網を破壊されたロシア軍は、おそらく自爆ドローンなどによる航空攻撃にも早晩さらされることになるでしょう。このウクライナ軍の一連の攻撃は、今、ロシア軍の行動に如実に現れています。例えば、ウクライナ軍は5月から6月にかけて、ウクライナ東部の戦場において、ロシア軍の物量攻撃により多大な犠牲者を出していました。この頃のウクライナ軍は、1日あたり100人から200人の兵士が犠牲になったと言われています。しかし現在は、ロシア軍からの砲撃が減少し、ウクライナ軍兵士の犠牲者も1日あたり30人程度まで減少。これはロシア軍が攻撃するために必要な物資がウクライナ軍による物資集積所へのピンポイント爆撃により欠乏してきていることが原因だと考えられています。このウクライナ軍の攻撃を支える最大の武器は、何度も申しますが、アメリカが提供しているハイマースです。その最大射程距離は80キロにも及び、6月中旬以降に順次戦場に到着し、実戦投入されています。このハイマース、ミサイル1発が2000万円以上とかなりお高いのですが、軽量のためご覧の通り輸送機で運搬でき、到着後3分もあれば発射が可能。そして発射後20秒ほどで退避が可能になるため、ロシア側から反撃されにくい特徴を持っています。また、GPS により精密誘導されることから、その着弾精度は50円玉以上とされています。なので、ロシア側の攻撃のように大量の民間人の犠牲を強いることなく、先日もお伝えしましたが、橋の内側だけを精密に爆撃することが可能になるということです。アメリカはこのハイマースをウクライナに対して累計16機供与することを決めており、順次ウクライナに届けられる見込みになっています。そしてこのハイマースこそがアメリカが
対ソ連を念頭に開発した兵器の末裔であり、後方拠点の破壊という戦術もアメリカを筆頭とした NATO が生み出した対ソ連戦術の一つなのです。7月20日にアメリカ中央情報機関 CIA が行った発表によれば、これらのウクライナ軍によるロシア軍への攻撃により、ロシア軍兵士の犠牲者がおよそ1万5000人に達し、負傷者は4万5000人にも及ぶとしています。その中には数千人の部隊指揮官である将校も入っており、指揮系統も混乱しているとのことでした。ロシア軍を支えるいわば屋台骨的役割の将校まで多数失ってしまったロシア軍が、今後組織として維持困難な状況に追い込まれるのも時間の問題かもしれません。事実、ロシア政府は兵士の補充に正規兵でなく刑務所の受刑者や貧困層の住民を民間警備会社が雇用する形で戦地に送り込んでいるという話も伝わっています。7月21日にはイギリス秘密情報部 MI6 のリチャード・ムーア長官が、ロシアがそろそろ力尽きようとしていると発言しており、ロシアが深刻な物資不足、人員不足に陥っていることが伺えます。長官の言った通りになってくれたらいいのですが。このようにウクライナ軍は NATO がソ連軍及びワルシャワ条約機構軍と長年対峙しながら編み出した戦術をソ連の後継者を辞任するロシア軍に対して行い、多大な戦果を上げています。つまり NATO が編み出した対ソ連戦術は見事に NATO の目論見通りだったというわけです。今から考えれば、ロシア軍が物資不足と人員不足にあえぐことくらい NATO 側は花から分かっていたのかもしれませんね。何より欧米からハイマースや榴弾砲が供与されて以降、一気にロシア軍は劣勢に追い込まれています。しかし、あのプーチン大統領がただで引き下がるとも思えません。今後ロシアがどんな手段を用いてくるのかは分かりませんが、世界はロシアに対してさらなる監視や制裁を強め、一丸となって糾弾していく必要があるのではないでしょうか。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。たくさんのいいね評価やコメントはいつも私たちの励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。